本日はあの招待講演ということで徳田秀幸先生にお願いしております。徳田先生はまああの本校の、ね、コンピューターサイエンスを代表される方ですから特にあのご紹介というのは必要ないと思うんですけれども、まあ、念のためには念のため念には念を入れてということを一言だけ。であの先生は慶応大学のご出身ですけれどもあのウォータールーであの博士を取られて CMU の先生を経た後に長く慶応の えー、教員というかあの教官を務めになられて現在は、えー、総務省の情報通信研究機構ですね NICT、えー、の、えー、理事長というあの大変お忙しそうな高い立場におあ,りあ,のあります。それから情報処理学会の会長をやられていてで本 JST ではですね CRDS っていうものの、えー、特任フェローというお立場だあそうでございます。 それで、まあ、あの、つまり、あの、徳田先生に今お世話になってないコンピューターサイエンティストは一人もいないと、これは間違いないと、こういうことでございます。で、あの、私が徳田先生について、あの、感じて、日頃感じていることというのは、やはり、あの、視野がすごく広いんですよね。それから、見識が高くて、洞察力が非常にあって、深いというね。あの、だから、肩書きは肩書きとして、あの、何て言いますか、形外に接したときの、 えー、学んで帰るものが非常に多い先生なわけでございます。とういうので、今日はあの何て言いますか、あのソサエティ5.0に関わりますような、あのまあ、今、情報通信機構の方ですので通信、情報通信ということも非常に大きなことでございますので、いろんな話があの聞けるのではないかと、えー、期待しております。それではあの、徳田先生、よろしくお願いいたします。 あ、酒井先生どうもあのありがとうございます。たくさんなんかあの褒めの言葉をいただいてしまって恐縮です。本日あの酒井先生の方から、えー、お声がけをいただきまして、私ちょうど米国出張から戻ってまいりましたので運良くあの、えー、お話しする機会をいただけたんですけども、大、えー、大変申し訳ないんですけど現場にはちょっと行けませんで自宅からオンラインでお話を、えー、40分程度させていただければと思っています。 あの今日いた,だいた、まあ、あのシンポジウムのタイトルの中の「ソサイティ5.0を支える革新的コンピューティング技術」ということと関係しまして今酒井先生がお話ししたように私今情報通信研究機構え国のえ情報通信技術の研究開発機関にいます。まあ、立場上なんかあのマネジメントの方にいるんですけども心は まだあの現在も研究者でして今日あの皆さんのような方々と現役の方たちとお話しできるのを非常にあのため楽しみにしておりましたで今日はこのビヨンダ 5G と CPS サイバーフィジカルシステムが開く未来社会の形ということで少しコンピューティングの原理とかシステムより上のレイヤーの話がたくさん出てくるんですけども目標はあの同じでして安全安心な ゴーツンゼロを実現していこうということでやっております。で、あの今ももうご紹介いただいたので、私、このスライドスキップさせていただきますが、実は JST の方では、もう一つあのお手伝いさせていただいてまして、先駆けの IoT が開く未来という先駆けの方で、21期生、2期生、3期生と合わせて、28人の方たちと次世代の IoT の技術を 議論してて作っておりますで2つまずあの話題提供で持ってきたんですけども、まあ、あの全世界で COVID-19 があの大変だったわけですけど私最初に先週ワシントン DC に入りまして仕事をしてたんですけどもあのもうほとんどアメリカの方は今日のニューヨークやなんかのニュースにも出てましたけどもマスクは室内でももうほとんどしてないんですよね。でですからそういううい意味で言うと日本はまだまだだ えー、社会的なコンセンサスがそこまで行ってないので、非常に慎重にゆっくり新しい形にシフトしてるんだと思うんですけども、ただ、あの日本社会ではアナログ対面からデジタルオン,オンラインへ非常に速いスピードで、かつてなかったスピードでシフトして、あらゆる方たちが、えー、デジタルオンラインへ働き方を変えたと。 これはあの実はインターネットのトラフィックを総務省の方でモニタリングしてまして国内でパンデミックの前までは全体で大体年間20%の増加で来てたわけなんですけども実はこのパンデミックの前と後では約2倍1.5年で2倍に放がってるんですね。それからまあ押あ、えー、印をなくしたりとか領収書とか請求書が物理メールで来てしまうので それだけのために会社に出なきゃいけないなんてことがまだまだ少し残っていましてもっとあの国を挙げてデジタルトランスフォーメーションをしていかなきゃいけないっていう認識が広まったと思っていますそれからもう一点あの私の今日のお話の前提の一つで、まあ、ロシアがあのウクライナに侵攻していったわけですけども、えー、この時にですね、まあ、2月の26日にウクライナの副首相が えーまあ、話題大きいイーロン・マスク氏にツイッターで,です、ね、スターリンクを何か使えないかと、まあ、携帯の基地局が多く破壊されてしまっていて人々のコミュニケーションが断絶されているので何とか使えないかということをツイッターで要請して、まあ、その10時間半後にもう OK ですってなってその後多数のこの、えー、下の写真にちょっとありますようにスターリンクのサテライト機器が搬入されて 平均ですね、約15万人のユーザーが利用されていると、ただ、あのこの基地局を使うと、そこに人が集まっているっていうのが分かるので、ロシアが攻撃機に使うようなこともあって、また副作用が出てるんですけども、こういうことがよられています。で、これで、この2つの事象を見ると、まあ、ソサイティー5.0を支える、えー、新しい、まあ、情報通信インフラの重要性ということで、例えばですけども、もしウクライナ側からいろいろな 戦場の情報が世界に発信されてないととするとロシア側の情報ししか世界には伝わらなくななくってしまう、まあ、なぜこういうものが拡散されるのかとかこれはフェイクニュースなのかそうでないのかとかですねそういうことがジャッジできなくなってしまうので実は今4.0世代5.0世代ってきた通信網もですね地上系のネットワークでだけではなくて非地上系のネットワークっていうのが非常に重要であると。 それからもう一つ、ウクライナ政府が公式アプリで DIA っていうのを使ってたんですけども、これがあの法的効力を持つ被災補償の申請だったりとか、えー、戦火でも利用可能な70以上の機能を備えていて、国民、まあ、そんなにたくさん日本ほどいないんですけども、1500万人の方が使っているとで。そういう大きな流れがあって、えー、後でちょっと出てきますけども、私のお話のメインの一つの 5G の中は今までの通信網の、まあ、移動しながら地上の上で通信できるインフラだけではなくてソサエティー5.0を支えるためには、えー、発掘とか低軌道衛星とか静止衛星のような3次元の多層構造のネットワークを2030年代に向けてはっ作っていかなきゃいけないと。で帰り西海岸によって帰ってきたんですけど まあドキッとしたのは、ですねアップルはさすがに新しい機能を iPhone14 に盛り込んでいまして、iPhone14、私ならそうじゃないんですけども <laughs>、緊急 SOS の発信とですね位置情報機能をサテライトを使って取れるようになってきています。ですから、私たちが言っている2030年代に向けて、まあ、非常に大事な技術がもうすでに入り始めている。 それからもう一つ、あのソサイティー5.0に向けて、私たち情報とか情報通信をやってる研究者の課題の一つは、カーボンニュートラルと SDGs、この二つの課題、大事なことだと思っています。で、あの私の友人が、えー、英国国立協会のレポート、コンピューティング・フォー・ネット・ゼロっていうのを、イギリスでありました COP26 で編纂、えー、してまして、その査、えー、読をやらされたので、ちょっと覚えておるんですけども、 うん、私たちの ICT を使うと ICT の利用によりエネルギーの効率化だったり移動を少なくしたり製造業を良くしたりということでカーボンフットプリントを小さくできるんですけども実は今日お集まりのクレストをやっている研究者の方たちの多くに、まあ、私も含めて自分も含めてですけどもグリーンバイ ICT だけではなくてグリーンオブ ICT ですかねグリーンコンピューティング・コミュニケーションが 非常にに大事ななこととってくるとそこへも日本の研究者の方たち、例えば NTT の方たちは ION 構想でオール光のネットワークを提唱されてますし、NICT の中でも光電融合の技術を作っていたり、なるべくです、ね、同じコンピューティング、または同じコミュニケーションをやったとしても、5分の1、10分の1、100分の1のエネルギーでできるものを作るべきだと。まあ、ニューーロモーフィッックのチップをやっってらっしゃる 方もいいららっしゃいますけども、まあ,あらゆる、えー、コンンピューティングとコミュニケーションの分野でカーボンニュートラルに向けての努力が必要じゃないかなとそういう意味ではビヨンダ 5G への期待っていうのもこういう観点からもあると思っています。で今日のお話なんですけども、えー、少しあの釈迦に説法かもしれませんが私あの今日会場にいらっしゃる方より少し長く生きてるのでコンピューティングとコミュニケーションのテクノロジーの進化を 少し考え、まあ、振り返ってみてそれからあの私が参加してましたあの慶応時代最後に走っていました EU ジャパンのスマートシティプロジェクト関連のこととサイバーフィジカルシステムの話をして後半でビヨンダ 5G へ向けての研究開発の現状とその動向についてお話しさせていただければと思っています。でまずあのまあ 私自身は実はあのオペレーティングシステム特に分散オペレーティングシステムの研究をやっておりましてカンネギメロンに行ってからは分散リアルタイムシステムの研究をやっておりましたそのまあシステムやって一般に言われるんですけどそこの視点から整理すると私たちが学部生だった頃は1975年に初めて分散システムが登場してくるんですけどもまあコンピューターセントリックの時代から80年代から90年代インターネットが もともとのアーパネットで私たち育ったんですけどもアーパネットから、えー、インターネットになってそれが商用利用が進んで、まあ、ISP とか ASP とか新しいビジネスセグメントができて、まあ、2000年代もう少し上のレイヤーのサービスが、まあ、ウェブや何かができて、えー、さらに SNS ができてということで大きくなってったので2000年代はヒューマンセントリックの時代に入ってったと思うんです。 でそれをちょっと整理しますと、えー、若いあの学生の方もいらっしゃるので私のちょっと、えー、リビングヒストリーで言いますと70年代アーパネットがありましたけども日本では、うん、使うことができませんでした、えー、私あの就職でジョブインタビューに行ったのが82年の暮れで83年から CMU に勤めたんですけどその時に えー、アメリカでは T1 専用回線 1.5Mbps で TCPIP が、えー、高速回線その当時の 1.5Mbps ですね今の 100Mbps とか 400Mbps から比べると、まあ、相当少ないわけですけど、えー、そういうものを使って計算センターなんかつながってたわけですところがですね最初の世界で最初のデジタルディバイドっていうのは起きます、えー、どうなったかっていうと DOD からデパートメント・ブ・ディフェンスから研究委託を受けている大学の先生方、企業の研究所の方たちはアーパネットにアクセスができるんですけども、つながってる大学とか研究機関で勉強した人は、つながってる大学、研究機関で勉強したいと。要するにつながってる大学、つながってる企業とつながってないその他と初めてディバイドが起きます。そうするとアメリカの えー、教育機関や何かはですね、FTP もできない、メール転送もできない、データのシェアができないっていうことで、これではいかんだろうってことで、コンピューターサイエンスネットっていうのを、まあ、NSF のお金で作ります。NSF もバカではないので、こういうのはコンピューターサイエンスとか、コンピュータエンジニアリングをやってる研究者だけではなくて、あらゆる学問分野の人が使えるべきだってことで、NSF ネットを使います作ります。 それで CS ネットの場合には全米中のコミュニティカレッジとか、まあ、小学校、中学校はその当時ハイスクールまでは議論がなかったわけですけども少なくともコミュニティカレッジとかユニバーシティ各州に2つずつ大きな州立大学が教育政策でアメリカは作ったわけですけど全部つながるようになってアノニマス FTP や何かができます。まだウェブはない時代です。その当時85年に 実は韓国で初めてコンピューターネットワークの会議がありまして、まあ、私、アメリカ側から戻ってきて、これ、僕の右側にいるのがあの村井君なんですけども、石田先生もいらして、えー、日本に初めて CS ネットのオフィシャルの TCPIP のテープが渡りまして、えー、村井君がその当時、投稿台にいたんですけど、投稿台と私の CMU の間で IP パケットがあの飛ぶようになりました。その時は明日 スリップを使ってるんですけどモデム経由でですねやりましたで90年代インターネットができてまあ ISP のようなコマーシャルユースが認められまして初めてですねいろんな企業がこの d インターネットを使えるようになりますその当時から研究者は一部の研究者はですねじゃあなぜ、うん、コンピューターしかつながらないんだとインターネットにファックスつなげたりすなわちファックスコロンスラスラプラス81 3のなんとかっていうと、ファクスの空間にコンテンツが飛ばせないのかとかですね、なぜ TV がつながらないか、また、あ、車ですね、インターネットカーとかですね、まあ、そういうことが議論されていまして、えー、私がお手伝いした会社で、iReady って会社がアメリカにありますけど、そこなんかは IPv4 のチップを、まあ、作ろうってうことで、SECOUSA、えー、がそのチップのインプリメンテーションをしてたんですけど、汎用のチップの方が速くなって、 ソフトで IPv4 をやった方が早くインプリメンテーションできる、コストも下がるってことで、専用チップはあまりうまくいかなかったです。まあ、余談ですけども、そのチップはエヌビディアに売られて、エヌビディアがエンジニアを取って、将来的な GPGPU の開発やなんかに貢献したと思います。それから2000年代、その私たちが今日お話しするサイバーフィジカルシステム、この動きっていうのは非常に強くなりまして、 日本ではユビキタスネットワークっていうナショナルプロジェクトが動いてたわけですけども NSF がですね2006年にオースティンでサミットをやりますサイバーフィジカルシステムのでバークレーのエドワード・リーっていうのが、まあ、非常にあの面白いペーパーを書いてるのでぜひあの興味のある方は、えー、と調べてみていただければおとよろしいと思うんですけどリアルワールドは連続量で動いていて実時間で動いてるでコンピューターの中はディスクリート の世界で、的なモデルルでで、えーまあ、疑似リアルタイムで動いていてるでこれらをミスマッチをそのまま放っていくとなかなかうまいサイバーフィジカルシステム作れないんじゃないかっていうウォーニングのもうちょっとコンピューティングモデルを考えた方がいいんじゃないかっていうペーパーを書いてますので2006年なんで多分インターネット上にあると思います。で、2010年に、まあ、あの2000年代にウェブサービスとかブログ、Google のサービスができて、 それらがマッシュアップされるようになって2010年にソーシャルネットワークサービスとかソーシャルメディアがわーっと出てきて人々により近づいてネットワーク自体はもうほぼインピジブルっていうかつながって当たり前になったわけですね。で2020年代になって AI との融合であったりデジタルトランスフォーメーションが大事だとか、えー、先ほど酒井先生がお話になったメタバースなんていうキーワードとか NFT が出てきています。これはあの 日本の強いところをやるとすると、後で話題が出てきますけども、メタバースだけではなくて、実際に日本が強いロボティクスと融合して、サイバネティックアバターっていうのをムン、JST のムーンショットの目標1でいろいろな先生方がやってますけども、そちらでやることが結構重要ではないかなと思っています。もちろんメタバースもやるんですけども。あそれで今、私が話したちょっと昔のことは、人工知能学会誌の。 えー、30巻4号に少し書いてありますので、もし興味のある方は、それをご参照いただければで。その中にも書いてあるんですけど、今日の話題と同じように、まあ、2030年頃のソサエティ5.0の時代の、えー、特徴を少し書きました。あとえーまあ、次の世代のフューチャーインターネットとか、クラウドフォグエッジコンピューティングとか、サイバーフィジカルシステムが当たり前のように、まあ、使われる。それから インターネット・オブ・シングスがインターネット・ウェブリスイングになってソフトウェア・ディファインドのインフラストラクチャーとかソフトウェア・ディファインドのプロダクトですねまあオン・ダフライで 3D プリンターを使ってものが作れたりとかもっとセキュアなサービスになってくるあのオリジナルな第6期科学技術基本計画イノベーション計画の中ではあまりそのセーフンドセキュアがえっと何でしょうかね レジリエンシー、その災害時に社会が非常に強靭であるって方向で書かれてるんですけども、えー、サイバー空間上であったり、サイバーフィジカル空間上での攻撃に対する担保っていうのは非常に大事だと思って、それをどう跳ねのけるかっていうのは大事だと思ってます。それで、まあ、なぜ私がこんな考え方をしてるかっていうのを少し、えー、っとご紹介する意味で、スマートシティプロジェクトのちょっとだけ、えー、私たち ヨーロッパ側と日本側の違いをちょっと説明しようと思ってるんですが、たまたま、まあ、あの総務省 NICT のプロジェクト費用をいただいて、いろいろスマートシティのプロジェクトに参加してたんですけど、EU 側ですね、たい70万から100万以下ですかねあの、いろいろな都市の規模が、日本のように1000万人以上の都市ではなくて、えー、それなりに小さな規模があるんですけど、まあ、パリとかそういう例外もありますけども。 都市リソースを最適化しないと水の問題であったりエネルギーの問題だあったり持続可能にならないんじゃないかということで、えー、最適制御とか最適配置とか最適配分というキーワードが非常に前に前面に出ていますそうしない限りは持続可能にならないんじゃないか日本側はですね私たちお手伝いしてまして、えー、まあ国の方針としては今も デジタル田園都市構想がありますけど、地方都市の創生とか、ICT によるまちづくりとか、限界集落を何らかの形で再活性化できないかとかですね、そういう視点でやっていました。それで、共通する話題の一つは、まあ、ICT のテクノロジーが進んでくれる方ももちろん我々は望んでるわけですけど、根本はどこにあったかっていうと、人々のクオリティオブリビングの向上、QOL をいかに向上できるか。 これのスナップショットであの実は日本は進んでまして東日本大震災、えー、3.11があった後、総務省が ICT によるまちづくり推進部会っていうのをすぐスタートさせていろいろな事例を、えー、やりましたで一方ヨーロッパの方はフレームワーク 7FP7、えー、この枠組みで新しい ICT の技術を使って スマートな街づくりができないかってことが FP7 から Horizon2020 それから Horizon ヨーロッパにつ,つながってずっと出てきてるわけですけどあの単一のソリューションからコネクテッドソリューションとかプラットフォームにフォーカスがいってこの頃 GDPR や何かにも彼らはいやまずいなデータをどうするんだってことがあって GDPR に行くんですけども今はですねもう2020年代は日本もそうなんですけど インターシティでのソリューションとか、法的な枠組みをきちっと作っていこうというところに力がいってます。で私たちは2011年からこの EU ジャパンのプロジェクトの準備をしてたんですけど、クラウティっていうプロジェクトをやらさせていただいて、日本のお藤沢市と三鷹市、それからサンタンデール市とイタリア、スペインのサンタンデール市とイタリアのジェノバであの実証実験をやりました。なかなかあの 個人情報保護が日本のカルチャーと EU の県内で違うので、例えば12歳以上の人がなんか自動のシステムを使ってインフォメーション教則を使ってタッチしてですね、例えば私たちはダイナミックにクーポンを出すスマイルメーターっていうのを作って、観光地でそのキオスクの前でスマイルを出して、スマイルがいいスマイルだと このエリアで何パーセント引きのクーポンを出そうっていうために画像を撮るんですけど、日本ではまあ許されるんですけども、12歳以下だと親御さんのあの OK がない限りはできないので、スペインでやるときとかイタリアでやるときは、そのインターフェースを変えなきゃいけないなんてことも経験しました。で、文科省のビッグデータ利活用とか、ソーシャルビッグデータとか、いくつかのプロジェクトをやらさせていただきました。 でちょっとだけ技術的なお話で、私たちはあの、は、えー、いろんなセンサーを使ってデータをあの物理的な空間から取ってきたんですけど、例えばこの左側のやつは、藤沢市の、えー、ゴミ収集車からデータを取ってるんですけども、ハードセンサーボックスから送られてくるさまざまな情報を取り出すんですけども、それだけではなくて、えー、ウェブセンサライザーって呼んでましたけど、 ウェブ空間上には実はいろんな公的な機関がもう気温とか湿度とかそういう気象情報だけではなくていろ、様々な状態情、情報がパッシブなあのデータとして表示されてるんですけども、それらを仮想的なセンサーノードにしてあげて、そのセンサーノードの値をサブスクライブする、パブリッシュサブスクライブのプロトコールを、えー、標準にしまして、 データがやり取り取できるそうするとですね、スマホにあるデータも人が持ってるヒューマンザセンサーって言葉がありますけど、それも同じ仮想的なセンサーになって、登録してあれば、パブリッシュサブスクライブのプロトコールでサブスクライブすることができるので、さまざまなデータが容易にですね、取り出せるように。実は XMPP ってプロトコールが、あの えー、ありますエクステンシブルメッセージプレゼンスプロトコールで Skype やなんかが初期に使ってたプロトコールですけど、まあ、それをセンサー用に拡張してですねデータをやり取りするようにして、まあ、センサーの仮想化をすることによってウェブのデータもパッシブなデータもハードセンサーからのセンサーデータもそれから h u m マ r the センサーの人間のスマホからのセンサーの値も、まあ、同様に同じ プロトコールでですね、サブスクライブできるような技術を作って、実際にあの、えー、とこういうスマートシティプラットフォームを作っていました。今の、まあ、データの収集レイヤー、それからそれを流通するレイヤー、それから解析するレイヤー、それから一番上に、まあ、バーティカルって彼らが海外の人は言いますけど、アプリケーションごとの最後のアプリケーションをですね、うん、作ってあげるということで、まあ、2000 そうですね18年ぐらいにはこういうのを藤沢市の市役所のためにダッシュボードスマートシティダッシュボードを作ってありましてこの右側の半分の上の方はあのこれ河川の流れの情報や何かがですねこれあの例えば集中豪雨があるとそこを氾濫するかしないかっていうのは市役所の方が付きっきりでこう 見てたりするんですけどもこういう情報もですね、えー、もう少しあの人的パワーをかけずにより安全に見れるように作ってた記憶があります。それでちょっと整理しますと今日のサイバーフィジカルシステムの言葉自体は実は先ほど言いましたように2006年の NSF のファンディングプログラムって2008年からスタートするんですけど2006年にサミットがあった時にサイバーフィ,ーフィジカルシステムと言葉が使われます。 でこの左側の地図の実空間からさまざまなデータがセンシングによって取り込まれてサイバー空間上で収集流通蓄積分析解析予測というようなことがされてその結果を元にもう一度アクチュエーションされて物理空間に戻されます例えば車の流れだとすると車の流れをセンシングしてそこで渋滞の予測をしてそれに基づいて 渋滞情報を解析して予測をして信号機の流れを少し変えてあげてまた変えるまたしばらくするとまたセンシングしてっていうふうなこういうサイバーフィジカルループっていいますけどもこれを回してあげることによってより最適配置とか最適制御に持ってこうとで通常ですねいろんなサービスが、まあ、皆さん作ったわけですけど整理すると、まあ、センシングしてプロセッシングの中のところを整理すると レベルゼロっていうのが、えー、状況認識、コンテクストキャプチャリングで、まあ、注意しているコンテクストがどうなっているかを認識する。それからそれを可視化して、まあ、エンドユーザーなりシステムに気づきを与える。それからレベル2が先ほど言った最適制御とか最適配置とか最適配分をする、オプティマイゼーション。まあ、ヨーロッパの方たちはここが非常に数理的なモデルや何かも強かったせいもあって、 最適化に興味があったわけですけど私たちのチームの中では例えばプレディクティブアップっていうのは興味がありまして、えー、例えば、えー、渋谷に行く時に30分後に渋谷のパーキングロッドに止めたいんだけどもそこが空いてるかどうかわからないので、えー、過去の1年分のデータを元に行く前に予測してあそこはもう混んでるからやめた方がいいとか、まあ、その当日の天気だったり気温だったりいろんなものによって違うわけですけど。 プレディクティブアップっていうのが、まあ、大事じゃないか。こういうあの整理をしてました。で、言葉遣いなんですけども、ここまで言ってもう恐縮なんですけど、サイバーフィジカルシステム、まあ最初の NSF の人たちの多くは制御されるものたちのシステム、インターネットオブコントロールドスイングスの略としてやってました。で、一方、IoT は、あの、私今、まあ、 あの先駆けけでお手伝いしてますけどのネットワーク日本の雑誌では「物」っていう漢字で「物のネットワーク」って,ークってやるんですけどそれだけじゃなくて空間的な位置にまあこれ今マウスですけどここに手を持ってったらばライトがつく3次元空間上の位置情報とサービスをつなぐようなことも含まれていまして、まあ、わざとカタカナで「物のネットワーク」えー、インターネット・オブ・ コネクテッドシーンズ、まあ、これで言葉遣いが IoT のドメインの方がまあ少し非常に広くて、その中のよりコントロール性されるものの集まり、まあ、水道であったり、電力であったり、先ほどの交通流であったり、車、コネクテッドカーであったり、さまざまな ITS のシステムや何かでつながっているものたちの集合をサイバーフィジカルシステムって広くとっています。でこれあの まあ実際にはセンシングの技術とプロセッシングの技術進んだんですけども私個人的にはまだまだアクチュエーションの技術が遅れていると思ってましてソサ e ティ5.0を実現していく上にはより安全な形のアクチュエーションの技術っていうのがこの3つの部分 SPA で我々スパモデルって呼んでるんですけど、えー、スパモデルの中では A がやはりちょっと遅れてると思います。もう一つ えっと、大学の授業でやってたのは、Here or There っていうんで、ホットスパモデルっていうのを授業でやってたんですけど、その意味は、あの、データとかプロセッシングのモジュール、処理モジュールとかデータをどこに置くかですね。プレイスメントオブデータとプレイスメントオブコードですね。それをどうやって分けるかっていうところが、 やはりまだクリアなところはないので、これはエッジでやった方がいいとか、これはフォグでやった方がいい、これはクラウドでやった方がいいっていうところの、まあ、シングル回はないんですね。だからそこら辺も、あの、今後の課題で、より数理的なモデルでも、あの、解析される方が出てくれると嬉しいかなと思っています。それから、えっと、前半のまとめでシステム屋さんの方の、あの、まあ、心構えっていうんでしょうか。あの、システムは、 あくまでも使われてなんぼなのでまあえっと論理的な検証モデルを研究されている方もそれでもちろん大事だと思っておりますで実は良いシステムは鋭いユーザーコミュニティがあると成長して進化するだからシステム作る側がいてもダメでやはりそれを使いこなせるユーザーがいると非常によく成長する それから問題は現場で起きているのでぜひ研究室の中だけで閉じ込まらずにリアルな問題を分析して解析してそれを形式地に持っていっていただけるといいかなと。で後半もうちょっとだいぶ時間がなくなってきてしまったんですけど私が今いる NICT は、まあ、ICT の分野を専門とする 公的研究機関なんですけど三つの機能がありますこう、えー、重点的にやってる研究開発の他に、えー、日本標準時とか宇宙天気予報とか、えー、セキュリティ人材の育成とかコンタム人材のインス人生育成という公的サービスに加えて研究開発の支援もやっています今現在五年間でビヨンダ 5G のインフラを作るために 1000億をかけてビヨンダ 5G 研究開発促進事業っていうのをやってます。で、それと並行して US ジャパン、EU ジャパン、ASEAN ジャパン、台湾ジャパンのような海外連携プロジェクトも行っています。で、実はその B5G のレースっていうのは始まっていまして、えー、昨日お、昨日、一昨日ですかね、ドイツの方とも話してましたけど、ドイツは、えーまあ、JST のような感じのところというか、文科省的なところ、 BMBF っていう省庁が 6G リサーチハブっていうのをスタートしてほぼ日本と同じようなお金で 6G を作ろうとしてますし世界的にはフィンランドが早くスタートしてまして日本とも連携してますけどマティ・エフォー先生っていうのがプロジェクトリーダーですけどマテ,ィマティ先生のところでエフォー先生ですか、A H o、ですかね 6GGenesis というプロジェクトが動いています。一方、アメリカもです、ね、あの少し遅れているんですけど、6G アライアンスを立ち上げて、6G を作っていこうと、NEXTG アライアンスですね、ごめんなさい、NEXTG アライアンスをやっています。一方、まあ、5G で圧倒的な有利な立場に入っています中国は、えー、ミティですとかモストの方で、やはり 6G に向けての研究開発をしています。 でまあ、私たちの NICT のところなんですけども役割としてはまあ日本における B5G 研究発のハブになるっていうところと、まあ、テストベッドを使っていただいて皆さんでですねそこでいろいろな評価であったりインターオペラビリティのチェックをしていただきたいなそれからまあ標準化へのコントリビューションというのもやっておりまして、まあ、ITF や何かをやってる方たちとはちょっと流れが 違うかもしれませんが ITU っていう機関がありまして ITU の中で次の 6G に向けての標準活動正確に言うとは i m t 2 0 3 0っていうのの技術トレンド調査将来技術トレンド調査が終わりつつあって次がビジョン勧告になってその後技術性能要件っていうドキュメントに進化していくわけですけどこの中で 日本の技術をどんどん入れていこうということをやっています。特に、あの、こういう、例えばですけども、テラヘルツ、時間動機、時空間動機技術、地上通信、ノンテレストリアルネットワークの機能を D5G に持たせるべき。例えば、ヨーロッパの人たちで、あまり衛星とのインタラクションっていうのは必要ないって言ってるチームは、あまり名前は出せませんけども、いや、地上だけで十分じゃないかっていう方もいます。で、私たちとしては、 ハップスの技術とかですね、低軌道衛星とか静止道衛星との連携が大事だと。まあ、その理由は後であのちょっとしゃべりますけど、まあ、そういうビジョンを今投げ合って議論してるんですね。それで将来的にはその中から技術要件が定義されてくるので、今あのお話ししたようなことは、この NICT の Beyond 5G、6G ホワイトペーパーにあの書いてありますので、ぜひ あの、興味を持っていただければと思うんですけども、少しだけあの、最後、もうだいぶ残り時間少ないんですけども、3、4分で、その未来社会のデザインということで、ホワイトペーパーの中にはなぜこういう新しいビヨンダ 5G、6G のような通信機能が必要かってことを書いてあります。ここにはあの、ちょっと、ソサエティ5.0とパラレルに書いてありますけど、基本的には、 ヒューマンセンセトリック、私たちの言葉で言うと人と AI のコークリエーションができる環境それから持続可能性それから包摂性インクルーシブな社会とか、まあ、こういうキーワードがあるわけなんですけども人々が時間空間身体からの制約から解放されて誰もが豊かに暮らせる人間中心の安全安心なソサイティ5.0をデザインし実現する。 でこれ、あのいろいろ日本の中でもですね持続可能っていうのが前面に考えてる人もいれば、レジリエントっていうのは大事だと、自然災害が大変になって、まあこのそれからインクルーシブな社会が大事だと、キーワードがあるわけですけれども、ソサイティ5.0っていうのはかなりこれらとパラレルで、全部を包含した形であの議論されてて,て、非常にいいビジョンだと私は思っています。 どろ頃の社会に必要な通信インフラの議論を進めていったかっていうときには実はバックキャストとフォーキャストをぐるぐる回すキャスティングループっていうのをやりました社会的ニーズの分析とシーズの整合性を高めてただ単に自分の技術だけをぐっとプッシュするんではなくて社会の課題とそれを解決するためにテクノロジーをシェーピングしていかなきゃいけないのでそれを何回かくるくる回すということによって社会課題の発見解決 科学技術の進歩これらをこう、や、うまく回していけば、社会的需要性ですかね、新しい技術の社会的需要性が高まるってことも非常に大事なことで、あの、えっと、議論を進めました。で、まあ、これちょっと時間がないのであれなんですけども、えー、これ、総務省の統計局のデータですけど、2030年頃に60歳以上の人は30%を超えて、えー、2065年ぐらいの時には、 38になると言われていますですからあの人々のですね労働力の確保だったり高齢者の介護なんていうのが社会経済活動の維持にも非常に深刻な問題になってくる。でビヨンダ 5G とか 6G っていうのはあらゆる産業を横串で支えるインフラなので生活産業医療教育防災環境などの、まあらゆる場面でイノベーションを牽引して私たちの社会経済や をを回したり国際的な優位性,を優位性を担保する上で、重要なインフラと思っておりますで2030年くらいの生活のシーンっていうシナリオが3つ、あ4つ出ています。もう時間がないので、あまり詳しくは喋れませんが、1個は先ほどちょっとお話したサイバンティックアバター社会。メタベバースよりこちらの方が、さっき言った、 サイバーフィジカルシステムの一つの問題点のアクチュエーションの部分をより安心安全にやろうとすると、まあ、こういう、これ左下に今、の織姫カフェの写真がありますけど、このロボットを操作している方は身体障害者の方がやっています。ですから、あらゆる方が社会参画できるような場面を作ることができて、もちろんメタバースでもできますけど、メタバースでのビジネスが増えるか、 リアル空間でのビジネスが増えるかというと、まだ私たちリアル空間で生きているので、リアル空間で先ほど言いましたアクチュエーションの機能がついているものが結構大事になってくるすなわち、サイバルティックアバサ社会では人々が自身の能力を最大限に発揮できて、多様な人々の技能や経験を共有できるような世界。まあ、それから時間空間、それから身体的制約から解放されて自由に活躍できる世界ができるんじゃないか。 2つ目のシナリオが City on the moon といって月面との通信ですね。しか3番目が、えー、とこれもあの非常に大事だと思ってるんですが、ドローンとかシティ、まあ、エアタクシーとかエアトラックっていうふうに私たちの生活空間が地上系じゃなくて3次元空間上に広がってくるので、成層圏に自然災害のために倉庫を置いたりとかですね、物流が縦にできるようなことができるんじゃないかなと思っています。実際に 実はサイバネティックアバターの社会っていうのはもうベンチャーやなんかでやられ始めていまして、えー、これ左下は、左側 a アナのベンチャーで、えー、アバターインっていうベンチャーが、あのー、沖縄の水族館にですね、これ3、ま、右側の人間の方が説明者で、えー、東京から例えばこれ入って、30分5000円でサービスがされてますけど、まだまだ身体性がプリミティブなアバターしか動いてませんけど。 あのサイバネティックアバターは人間の身体能力とか認知能力とか知覚能力を提供できるようなものがあの作られると思っています。それから4番目のシナリオがサイバー世界の光と影ってことで、まあ、AI エージェントの課題とか AI における公平性説明責任および透明性倫理観や価値観の課題に関して、まあ、ファットっていいますけどフェアネスアカウントビリティトランスパレンシーですかねここら辺があの問題になってくるのと、まあ、アバターの本人の認証ですかね。 法的な枠組みも問題になってくるので、まあ、そこら辺が書かれています。で、もうちょっと時間がなくなってきて大変恐縮なんですけども、えっと、じゃあ 5G とビヨンダ 5G 何が違うかと。5G でも十分じゃないかっておっしゃる方がいいんですが、さっき私が言いましたように、3次元多層ネットワークとか、テラヘルツ、時空間同期、こういう機能が付加されて、ちょっとイメージ図が簡単に私が書いた絵ですけど、今までの通信インフラの は地上系のネットワークだったわけですけど、ハ、えー、a p s とかのようなノン・テレストリアルネットワーク、ハ a p だけではなくて、えー、ローキド、レオとかジェオのサテライトを使ったネットワークですね。これ、先ほどのアップルア iPhone、まだ,だどなたは持ってませんけども、アップル e iPhone14 は衛星を使って SOS 信号が。 デリバーできるそうですので、カナダとアメリカは今、サポートしてないみたいですけど、まあ、そういうふうに次々衛星を使ったサービスに上がってきますので、まあ、この,あのビジョンというのは間違ってなかったの一方ですね、これ、ネットワークの専門家がぱっと見ると、徳田さんたちが言ってるように、そんな簡単じゃないですよねこれ、通信のリンクがですね、ネットワークをサテライトで行って、例えば j オ o のサテライトから A から D へ入っていく場合のパスと、 地上系で ABCD で行く場合といろんなパスが考えられますけど、どうやってネットワークのサービスの質、クオリティオブサービスを担保するかっていうんで、ここに古くてかつ新しい問題って書きましたけども、シェアリングはリソースのシェアリングはしたいんだけど、ペナルティはシェアしたくない。どうやってアイソレーションを担保するかっていう QOS をエンドトゥエンドの QOS を制御したり、まあ、あの 担保すするるためにどうするか私たちがまだ現役の頃 SIGCOM に1992年に QOS のペーパーあの書いていますけど基本的には同じ問題があの残っています。でちょっと最後もう時間がないのでロードマップ云々があるんですけども実は Beyond5G に関しましては NICT 先ほど言いましたようにファンディングエージェンシーとして研究開発促進事業をしているので、えー、これがあの 今、コール1、コール2まで終わって、またコール3が出てくると思いますけど、えー、基幹課題、一般課題、国際共同研究型、それから大学の先生方がいるようなシーズ創出型っていうのがありまして、えー、これを公募しています。で、コール2は終わってしまったんですけど、コール3がまた来年出ると思いますので、ぜひ、あの今、これコール1の状況で44プロジェクト動いてますけども、ぜひ、あの、 えー、クロステのメンバーであったり先駆けのメンバーの方たちが興味持っていただければあのいろんな提案を書いていただければと思っております。以上あのちょっと最後駆け足になってしまいましたけども、まあ、ソサイティ y 5.0に向けて、えーまあ、実現に向けて私としてはコンピューティング革新的なコンピューティングと革新的なコミュニケーションがさらなる融合をしていくのが非常に大事だと思っております。 でビヨンダ 5G っていうのはそのソサイティ5.0を支えるためのインフラとして地上系だけではなくて非地上系のネットワークであったり衛星とのコミュニケーションがシームレスにできる環境で、まあ、そこで人々が時間空間身体からの制約から解放されて豊かに暮らせる人間中心の安全安心な社会に。 社会を実現できればと思っています。ちょっと最後駆け足になりましたが。以上で私の、講演とさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。はい。えー、徳田先生、あの、なんか、あの、たったこれだけの時間の間にですね。大変、あの、実り多いと言いますか。将来の、あの、非常にフルーツフルな世界を、あの、なんて言いますか。予感させるようなですね。 お話はありがとうございました。まああの今の世界情勢からあのコンピューターネットの歴史からですね、それからサイバーフィジカル、そしてまあニクトで今おとあの取り組んでいらっしゃるビアンド 5G、6G の話まで、大変あの一つ一つにですね意味の深いお話でありました。私のあの個人的なあれとしては。 サイバーネティックアバターソサイエティという言葉をですね、20回ぐらい唱えて記憶しておきたいかなというのが一つございましたのと、あとはあの昔と言いますか、若い頃の徳田先生があの取り組まれて、CMU とかでね、取り組まれていらっしゃった分散リアルタイムシステムの話が、結局その基盤として今に至るまで、あるいは将来にわたるまでですね、あの徳田先生や、まあ、日本の基盤技術のですね、 非常にあの重要な基礎となっていることがよくわかるというお話でありまして、あの何て言うんですかね、あの先生のハッピーなところは、あの結構そういうその若い頃からの、えー、研究の流れというのが、実社会に対して、えー、アピールしていくものがどんどん大きくなっている感じが伝わりました。本当にありがとうございいます、はい、それではあの司会の方をお願いします